山川海森高チャンネルです。こんにちは。こんにちは。なんかテンション低いけどやりたくない今回の企画は、はい、ひらくん常識クイズ。一応俗に言う一般常識問題を12問出していくんで、はい、何問答えれるか若干にこう普段接してて一般常識がちょっと怪しいんじゃないかと思う場面が多々あってでこう問題は、前半っていうか、まあ、12問のうちの8問目ぐらい一応考えたというか、うん、僕が考えて後半のやつはもう面倒くさくなってきたんであのネットで拾ったやつとかもあるんで、うん、若干そっちはボーナス問題かなっていうの でこれ多分あの答えを聞けばみんな分かるような内容だと思うんですけど、こういうクイズ形式で出されるとちょっとこのカメラとかもあって若干その辺だけお見せいただけたらというフォローを最初にさらされてるわけですからね。でもまあこれ答えればいいだけだから、まあそうですね、逆に言うとね、うん、あので一応テンポよくあの問題出していきますんで、はい、はい、じゃあ、12問いきます。はい、はい、今から問題出していくんですけど、はい、振り返りというか珍回答とかがあれば12問出し終わった後にほじくっていこうと思いますんで、はい、12問はテンポよくいきましょう。はい、はい、では行きます。第1問、持続可能な社会を目指す国際的な取り組みをアルファベット4文字で答えてください。SDGs。 第2問、映画のワンシーンを再現するので僕のセリフの後に続くセリフを言ってください。はいはい。おい、別れの言葉はなしか。あ、俺のなんで、あ、ワイルドスピードのなんとかなんとかが俺の人生だみたいな感じのやつ違うすか。第3問、12×12 は、あ、12×144。 第4問、クリエイター、日本語で、あ、創造者、え、創造者第5問、正解が後で分かるっていう。今年の11月に開催されるワールドカップの開催地は、あ、第6問、歴代総理大臣をフルネームで3人答えてください。井伊直文、安倍、麻生太郎、安倍晋三。第7問、令和4年4月現在、はい、まあ、今5月なんですけど、日高川町の人口は、え日高川町の人口、ちょっと、7万人第8問、1961年人類初の宇宙飛行を達成したガガーリンの名言は、宇宙は青かった、違う、地球は青かった。第9問、生命維持に欠かせない三大栄養素は炭水化物、脂質、もう一つは、炭水化物、脂質、タンパク質。第10問、西暦1800年は何世紀。1800年、19世紀。第11問、アメリカの首都は、あ、ワシントン DC。 第12問、ルフィ一味を分かるだけ答えてください。え、あ、名前をすか。はい、あ、ルフィ、ナミ、サンジ、ゾロ、ブルック、チョッパー、フランキー、あ、ロビン、言ってない、言ってない、言ってない、言った、今何人言いました。はい、終了で、はい、はい、というわけで意外に成果良かったんじゃない。はい、じゃあ振り返っていこうと思うんですけど、
第一問は、正解。はい、SDGs。はい、これはね、あのどっち SDGs を説明しなさいって出そうか迷ったんですけど、ちょっと難しいなと思って、まあ、いろんな表現があるから正解です。これはでもいけるかな。で2問も結構 TikTok とか見てるから、あの多分あのいけるかなと思ったけど、うん、ちょっとこれ悔しいやろ。悔しいですね。なんとかなんとか何々するのが俺の人生だ。え、人生だ。それね、あのフルスピードで走るのが俺の人生。ああ、そうや。これよく TikTok とかに出てくるやろ。あ、あるさあるさあるさある。あ、なんかパッと出てけなかった。第3問の、12×12、うん、これはなんかワンチャン間違うかなと思って。ああ、正解。うん、正解。正解です。であの第4問、クリエイター日本語で、創造者って、はい、合ってますね。あ、これ間違えてたらやばいっすね。二度と映像クリエイターの意味を分かってないってことですからね。で、第5問の、ちょっと苦手なスポーツでも、まあ、これね、ワールドカップって、まあ、世界で一番大きい祭りって言われてるぐらいなので今年の11月に開催されるワールドカップの開催地はっていう問題でカタールです。あ、これはちょっと厳しかったな。で、あの6の、歴代総理大臣の、うん、麻生太郎 と、安倍晋三を答えて、もう一人誰って言われました。いいな、まあ、ちょっと、あ、じゃあ伊藤博文って言ったんか。え、どっち。それはいいな、ふみって言った。あ、伊藤博文って言わんかったんですか。歴代総理大臣をフルネームで3人答えてください。いいな、ふみ。いいなふみって言いました。伊藤博文第一。え、僕いいって言いました。それ誰だろう。うん、伊藤博文は、初代。あ、まあ、これはもう罰ですね。あれ、なんで、なんで、ね、もうね、発揮してあのここまでどうでもいいんですけど、日高町の人口は7万人はやばい。いや、ちなみに日田君、あの市町村の、村町市って人数決まってるから。あ、何以上が市とか基準が、うん、で、あの日高が一応でもあのなんか観光地とかその歴史的にあのゆかりのある町とかはあえて市にしてないってことがもう多分あるんやけど、日高町はあの7万人いたら市になってますし、絶対7万人いません。あの御坊と周辺の市町村合わせても6万人ぐらいって言われてるんで。あ、じゃあ正解は9447。これはやばい。ちなみに今日高川町民ですからね。で、ね、これはあの役場のホームページで見たら間違いないと思います。で、一応載ってたのが4月の人数の時点で、はい、で第8問は、ガガーリンの名言。これはちょっと怪しかったけど正解ですね。でも9問からはやっぱりそのネットのをやったから全部答えれたのは。ワンピースネットにあったんですか。うん、ワンピースはいや最後に思いついて、あ、で、あの第9問の生命維持に欠かせない3大要素、これはもうあの普段トレーニングしてるから。ちなみに10番の西暦1800年は何世紀っていうのは19世紀って言いましたよね、うん、18世紀です。あれ1個次、そう、1801年から19世紀。ああ、そうか、これ引っ掛け問題。ああ、引っ掛けや、うん、アメリカの首都はこれは多分ニューヨークっていうなと思って。ああ、これも中1の問題ですね。はい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 。で最後はあの多分ジンベエ抜けてたけど、あ、そうか、あとは大体合ってたと思う。あ、ジンベエ入ったそうね。で僕多分これ出されたらフランキーとブルックは映画出てきても名前は出てこんから一応ワンピースは読んでるん。ワンピースは読んでる、追っかけてる。読んでるんや。は追っかけてる。それ以外漫画とか超弱いと思ったからあんまり入れずにもう、まあ、国民的漫画の。そうか、ジンベエ入ったな、幸せだ。というわけで、まあ、順位はまあ正解やね、ほぼ。ああ。総理大臣のいい誰？じゃ伊藤博文って言おうと思ってたんですよ。いいな、博文って言ったやな。いいな、博文って言ったやな。マジか。いいな、ホスケと混ざってんの。多分マジ、マジった感じ。1、2、3、4、5、9問ぐらい。6、
6問正解。はい、6問正解。12問中。いや、これ、あの、ちょっとでも思ってたよりできたやろ。え、で、間違ったんが、間違ったのが、あ、首都、じゃあ首都じゃない、ワールドカップと、映画のワンシーン。アメリカのワンシーンと、歴代総理大臣。あ、そうか、そういうの間違いない。宮川さんの人口もや。ほんで、18世紀。18世紀。はい、というわけで、12問中6問正解。これはまあ思ってたより僕の中ではできてます。ちょっと優しくしすぎたかな。というわけで、好評だと。はい、第2回目があるかもしれません。ないです、ないです、はい、ないです。というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。